しかし、中村土建は、中村土建というよりは丸山工業は下請負に出すにあたって自分のところで、請負額のわずか 3% しか取っておりませんでした。 97% は下請負業者にお金出しちゃいました。これは異例なことです。普通はね、皆さんもご存知でしょうけれども、受け取った元請け業者はどんなことがあっても2割は取ります。今ゼネコンでは3割取っちゃうんです。で7割で下請け用に出すっていうのが今の建設業界です。ところが丸山工業はこれですね、たった 3% しか取ってない。で建設工事に紙って言えば中村土建は 99% で受け取ってます。で、以上にですね、そういう意味でですね、疑いがあるということで、調査を依頼したそうしたところ、今月10月の28日には中村土建の社長と主族が県の建設業界の会長と役員を宇都シティ宇都宮の責任を取って辞めるとの情報を得ましたので、県の管理課に行ってですね、これ以上ですね、県土整備部の人事に、異変を起こしても申し訳ないと思って、調査はもういいよということで中止を申し出てきました。でそんなことをしているうちに11月の3日の新聞報道によるとですよ、中村土建の社長渡辺勲氏が秋の叙勲でですね、なんと旭日小綬章を受章するということが発表されてですね、実は私どもは大変びっくりをいたしております。私どもがですよ、熊倉部長に対して中村土建の調査を依頼したことがこのような人事異動になったとしたらですね、甚だ遺憾だなというふうに思っておりますし、もしこれが原因だとすると私も熊倉部長にお詫びを申し上げます。そのように実は思っているところでございます。ぜひ皆様方も真実はどこにあるのか、ぜひですね、今後取材の中で、ぜひですね、究明していただければありがたいというふうに思います。説明は以上です。じゃあ皆さんからもしご質問等あればですね、ご意見を聞いておきたいと思います。はい、どうぞ。読売新聞の上田と申します。ちょっと不便に申し訳ないんですが、先ほど詐欺罪を睨んだその告発という件についてお話し出られましたけれども、告発というのは今そのじゃあ、結局はどうなっているのか、ちょっとその、今のところの所在を教えてください。じゃあ先生、果実下野新聞を通じて東京地検に告発した件に関しては取り下げという記事が出たと思います。でそれは事実でございます。というのは東京地検の担当者の方から今節的にですね、捜査というものについていろいろご指導いただきまして、10月17日ということで、東京にある捜査機関がですね、宇都宮市の事件について短期間で仕上げるというのは非常に困難だと。それと実態としてもですね、先ほどご説明させていただきました物品売買契約書、これはまさに、普通考えられないほど市役所の窓口がこれを受理することは到底信じがたいほどの問題なんですが、そうは言っても機械が最初から全く動かなかったわけではないということもあると、でもろもろそういうことを勘案すると証明していくのに10月17日では期間が短すぎるとご指導をいただきましたので、なるほどと、それは納得の上で一旦取り下げをさせていただきました。ただその時点で既に他のですね、諸々の問題、皆様もご案内の方は思うんですが、元役員さんからのそれとは別のですね、特別背任や横領に関する証言を頂戴しておりましたので、それは無理に詐欺にこだわることはない。ましてその後ですね、法人税法違反、いわゆる
保証金をですね、全額計上することなく億単位のお金を隠してしまった、そういう事実も出てまいりましたので、これは時効から言っても、例えば、法人税法ですと平成20年から7年間あるということで、まだ2年間もあるということなんですから、これはじっくり調査もできるし、告発もできるという判断させていただきました。また特別犯人に関しても、これも7年間あるということなものですから、まだこれも2年間あるということで、これは綿密な調査をして、確たるものにして、その上で、告発させていただくと、そういうことで十分対応できると判断しましたので、先の東京地検に関しては、一旦取り下げをさせていただきました。そういう経緯でございます。取り下げということですが、先方は受理はしてないんですよね、そうそう。はい。そういうご指導をいただきました。その他の方、いらっしゃるんですか？はい、どうぞ。仕事的に皆さんが早めに進めている本質的なことなんですが、今日の現地調査その目的というのはどういったところを、まあ、あそこそのところを見るために行ってもらったんでしょうか。はい、現地を見て実際収穫があったんですが、まあ、それこそ刑事ドラマではありませんけれども、もう事件は現場で起きているということがあると同時にですね、私は調査を担当させていただいてから4ヶ月経ちます。そういう中でいろんなことが分かってまいりましたけれども、いよいよもってこれはまず現地を見なければいけないなと、そういうふうに感じておりました。ですからもろもろ私が取った調査をさせていただいていましたけれども、その舞台がどんなところか一度見たことがなかったんですね。ですからこれは一度エコシティを発見させていただくことが必要だと感じました。もう一つはですね、いろいろ調査した結果ですね、刑事責任といいますか、法的な責任、それと政治的責任、政治的責任と申しますのは、代理士が3回にわたって知事さんに対し公開質問状を出させていただいておりますので、その公開質問状、お読みいただいたと思うんですが、その内容からしてですね、はい、こういった銀行に提出したこの木と写真、こういったものも考え合わせると知事さんの政治責任はもはや免れない、そういう段階にまでも達していると判断しましたので、これは、まあ、いわば外堀はもうすでに埋まったと、そういうことでエコシティのですね、現場を一度しっかりと見させていただくと、そのことが節目としてもですね重要だと考えましたので、申し込みを民主党栃木県連を通じてですねさせていただきましたところ、今日現場でおいでいただきました戸塚社長さんがですね、快く了解を出してくださったということで実現したということでございます。はい、よろしいですか。はい、じゃあどうぞ。そこで一括したいというのが説明があったと思うんですけれども、ちょっと建築業界に不勉強で申し訳ないんですが、この見積書で中村土建さんがあえて高額な見積書を出された理由というのはどういうことが想定されますか。はい、こちら、はい、これは元の役員さんからお聞きしたもので、事実かどうかは分かりませんが、元の役員さんがおっしゃっている、これ感想かもしれません、正確かどうか分かりませんが、おっしゃったことをそのままおっしゃれば、お伝えすればですね、中村土建さんは株主でもある、しかも取締役でもある、そういうことでこの仕事は、まあ、自分がもらえるものと鼻から思っていたんじゃないか、そこへ伏兵が現れてですね取られてしまったので、そういうことになったんじゃないか、要するに自分が取れるんで高めに出しても通ると、そのように判断されていたのではないかというようなことを申されておりました。私自身はやはり建設業のことを
詳しくありませんので、私自身はよく分かりませんが、元の役員さんはそのようにおっしゃっておりました。この副兵っていうのはこの2枚目のその一番最初です。はい、はい、その丸山工業さんですね。副業者となった丸山さん、結局丸山さんから下請けでいただいてるんですね。はい、その点がやはりその常識的に考えて不可解だなと。4000万も5000万も高かったのに、なんでそんなに値下げしてまで下請けに入ったのか、その辺が大変不可解だなと感じております。しかも1億2000万なりがしいただいているにもかかわらず、その価格とは違っている1億700万円の請求を唐木会長に出していた何度も、それもよく分かりません。まあ、あとは付け足しかもしれませんけれども、皆さんもご承知かもしれませんけれども、平成20年度にそういったことで中村土建さんは、未収金があったということで、それを挽回するかどうかそれは分かりませんが、あくまで風聞かもしれませんが、実際に聞いた話として、公共工事を11件連続で落札したと。それはまあ市内の業者さんは誰でも知っていることのようだと伺っております。平成21年度にね、20年未収金だったので、はい、平成21年度に、11件連続公共工事を落札したと、まあ、市内の土建業者が話をしている。それは私ども日本建設新聞さんからデータを取り寄せて実際に分析してみましたら、この噂はあながち噂じゃないな、99% 落札というのが短期間にあるんですね、何個も。ただそれはあくまで推測ですので、そのことは特別に今までは申し上げておりませんでしたが、そういう話は聞いて調査もしました。いや、平成21年だけ固執して落札した件数も多いです。その他にございますか。先ほど申し上げましたように、富士重工さんからの保証金、これが未計上になっている金額があまりにも大きいということで、はい、各方面に相談はいたしております。で、まあ、専門家の方もこれは誠におかしいということで、まあ、今後必ずこの点は法的措置に移行することになると思います。すいません。はい、どうぞ。本来はそのマスコミ、メディアにその期待される役割だとおっしゃいますけれども、ミスト懸念としてその対策チームを、まあ、今日作ったんですが、そういうのを設けているのは何か、当事者にですね、知事以外の、例えば唐木さんであるとか、中村君の会長であるとかですね、そういった方にも話してるのかなっていうんですか。じゃあ、中村君の会長、その知事以外に伺っているのか。直接誰かから伺っているとそういうことでしょう。はい、この中にそちらで分かれている中でですね、はい、例えばその仲間保険のトップの方、あとその、まあ、原木さんや他に何人かの方、役員の方出てきますけど、そういった方に直接は話は聞かれているんですか。ですね、私ども当初から弁護士さんとご相談をしながら進めているんですが、弁護士さんのご指導もありまして、まあ、いわゆる私どもにとっての被疑者の方と直接接触するというのはふさわしくないというご指導で、私どもがですね、そういう方々と接触しているということはありません。ただそうした中で付け加えると、中村土建の渡辺社長だけは公開質問状を出したんだけど、これもう5ヶ月か返事よこしません、一切。告発する前だった。告発する前にね、はい、渡辺勲社長には公開質問状、知事に2回ですね、
渡辺社長に3回目で公開質問を出しましたら、もう5ヶ月以上返事を一切よこしておりません。本当に簡単な質問なんですが、よこしてください。あの来日ご本人が建設事業協会にまで出向かれて、あの返事いただくことを専務さんに促したんですが、それでも返ってきませんでした。させていただくならばですね、あの当時の事件からですね、7年も8年も経過しているわけなんですが、私どもで調査をさせていただくと結構いろんなことがあの分かるわけですね。お金の流れも分かってきました。そうしますと当時やっぱり、窓口であった宇都宮市やですね栃木県がですね、7年8年経って分かることが分からないはずがないなと、私そんな感想を持ちましたので、これはやはり当時の行政の不作為もろもろあるなと感じております。なければですね、今日はこれで終了したいと思いますが、ぜひあの皆さんにも取材を続けていただいて、私どもでもですね、多分12月になるかもしれませんが、最終的な我々の調査の活動がまとまりますので、またね、あの記者会見をして皆様に情報を提供したいというふうに思ってます。ぜひね、そういう意味では、我々が調べられないところ、もしかして皆さん方が調べられるかもしれませんので、ぜひね、こうした不正がね、やっぱり何度も起きては困りますので、ぜひ、皆さんにも、ぜひね、不正を正すために調査をしていただければありがたいなと、こう思っております。じゃあ、以上でよろしいでしょうか。じゃあ、今日の記者会見、以上で終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。